ウィンズ秀坂の情熱アンデー。さあ始まりました。はい、これ、ね、ポッドキャストを言うんですか。ポッドキャストです。ポッドキャスト、P です。P、あ、そう、 iPod のポッドから来てる、ね、らしいですね、はい、63歳のおじいちゃんになるとようわからないんですけども、まあまあ僕たちはですね、はい、もうこれ15年ほど、うん、FM 大阪さんで、はい、ウィンズ平坂の情熱サンデーというのを担当させていただいてるんですよね、はい、でデビューからですね、この ウィンズっていうグループが1991年からなんですけど、うん、その前はビクターというところと契約してた時が一発逆転っていう、はい、バンド名やって、はい、キンキの負け和歌山のこと歌った曲でデビューして、うん、36年前にで、91年からウィンズになっていろんな CM ソングとか歌ってまして、で、まあ、皆さんに知ってもらってるのは上心とかそういう曲なんですよね。そうですね。そのウィンズ平坂がいよいよ僕が現役としては最後になるアルバムを、うん、10月の5日に発売します、はい、タイトルがウィンズ平坂CM& テーマソング集ということでね、これまで数々の有名 CM ソングと言いたいんですが、有名なのはごく一部でございますねだからこそコアですよ、うんうん、こんなもん歌ってたんか。そうですよね。ま、JA さんの CM とかね、うん、聞いてびっくりですよね、吉野家さんの CM とかね、いろいろあるんですよ。これ長いやつはこれ上司さんみたいに何年も使われるんですけども、はい、短いのはだいたいこれ3ヶ月ぐらいですよね、うん、一番最初だったのね、小僧寿司さん、その場合はね、アメリカン寿司バーフェアとかフェアのね、あ、その期間だけ、そうその時が一番短かったな、うん、それでも2ヶ月半ぐらいはあったか分かりません。はいはいはい、やっぱりね、最初にこう使われる時って嬉しいからさ、うん、CM ってどこで流れるか分からへんやん。そうですよね。うん、だからビデオテープの時代ね、最高でも2時間しか撮れへんやつを1日中撮るんやんか、これで最後に探すんやん、それをどこで流れたか、ここでもないな、ここでもないなみたいな、それで探して当たった時の感動とともに、うん、探す時間に比べて流れる時間の15秒が短いことそうですよね、まあ、CM なんでね。そうですよ、まあ、そんなこともあったんで、その中から18曲に絞るのが大変なんですよ、うん、もうこの溢れる才能で素晴らしい曲が山のようにあるんですよね、うん、そうですね、私上心しか知らなかったです、うん、いらんこと言わんねえよ。あなた和歌山に住んでましたよね、ゆずきさんでね、和歌山でアイドルとかされてて、うん、でこの情熱サンデーで日曜の朝8時から番組一緒にやってるんですけども、はい、うん、和歌山に住んでたらもうちょっとなんか知ってる曲もあるでしょう。うちょ上司か知らなかったです。え、じゃ国体のなテーマソングが、とそうです、ね、小学校の時から踊らされました。踊らされました。もうちょっと言い方できんか。踊らされました。ですよね。だから覚えてますよね、はい、ちょっとね、うん、ちょっとだけもう覚えてないですけど、あとはバカのやっぱ奇襲であったりとかね、はいはい、やさこいですね、あとはもうこうなんていうか CM でね、はい、テレビでよく使われテレビ和歌山さんで使われてたのとかもいろいろあるでしょ、うん、ありました、出たのかな、あったのかなって。いやだから、その僕の CD を買えば、わあ、これも知ってる、でもそうなんですよ、そうなんですよ、聞いてみたら、あ、これ平坂さん歌ってたんやっていう。あ、そうそう、そうですそうです。多分あと三直市場寄ってってさんというね、はい、それこう大阪とかも近畿にたくさんあるんで、そういうのもありますから、うん、はい、そういう CD が、はい、発売されますのでね、なんと18曲入りで、はい2750円、ちょっと中途半端やな、めっちゃ安いと思うよ。そうですね、今安いってよと思ったんですけど、まあちょうどいいぐらい、ぼちぼちぐらいですね。でまあ、それが出ます、10月の5日に、うん、はい、そしてなんと来年の2月12日には僕がそのウィンズ平坂から離れる卒業ライブがあるんですよね、うん、そうですね、うん、ほんまに卒業すると思ってませんでした。なんか平坂さんってね、卒業する詐欺を起こす人じゃないですか。なぜわかる。だからなんかほんまに卒業するってうん、うん、出てからほんまなんやって、うん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 、ポスター見てやっと実感、うん、まあまあでも
よくあのお店の場合もあの店じまいとかポスター出ててもまだやってる場合がありますよね。話題作りですよね、うんうんうん、うまい話題作りででも今回はほんまなんですか、うんうん、それともちょ待て2月13日過ぎてからもちょ待て今までそんな嘘ついたことないわ卒業とかやったことない店じまいみたいなやったことないわ。でも腹黒作戦で今までやってきてるじゃないですか、うん、確かにねあのねあのもう言うてええと思うんやけどねナンバーハッチね運営してるねあの先輩なんですけど津田先輩がね、はい、平坂お前辞めるらしいなもう何回でもやれやれよお前店じまいとか言ってましたからやってみようかなとかちょっと思ってるんですけどねやっぱり、うんうんうん、やっぱりそうなんですか。これバラしたらあかんかったかなこれ、うん、これ何でしたっけポあのポポポポポッドキャスターポッドキャストポッドキャスターでもあかんのやろか どうなんやろどうなんやろ、うんうん、大丈夫じゃない、大丈夫なんか平坂さん あかんかったら編集してもらおうかな。そうですね、まあ、裏話的なね、うん、でもあの毎週それよりもこの番組聞いてね。そうですね、ほんまに、うんうん、噛みまくってるんでお前そんなこと自慢するな。良さが平坂さんの良さがいっぱい出てるんでね噛みそうですそうです僕噛むこと本当はね噛まずにスラスラできるんですよ、うん、そうでも俺が噛まずにスラスラしたらさ、うん、上手に喋れない人はがっくりくるやん、はい、親しみやすさも込めてそうそうこれがね大体こう番組聞いてもらったら分かるけども、うん、まあ大体何ですか、まあ、まあまあ 2,3 分に1回ぐらい声に噛む努力をしてるという、うん皆さんに勇気を与える番組です、まあ、僕たちはバンドもそうなんですよ。あんま売れてないっていうのは、うん、これは恋にあんまり売れなくすることによってね、うん、あ、僕がうまく僕も仕事うまくいかんかっても頑張ってもええねんなって思わす。これはなかなか難しいよ。知っててやってたんですね今まで、そういうことやねんな。じゃあなんで裏であんだ喋ってる時にもめちゃくちゃ噛むんでしょうね、それは知らんそれは俺の脳みそに聞いてくれ脳みそに脳みそに、はい、あーもう時間なくなったわ、巻き出た巻き出た、また来これ来週かどうかはようわからんけど、ホットポット頼むよ、こっちも聞いてね、バイバイ。